トゥールは、フランス北東部、ムルトイコールエイコールモゼル県の都市。より知られている、アンイコールエイコールロワール県の都市トゥールとは、フランス語では表記も発音も異なる。ボーバンによって要塞化されたトゥールトゥールは古代、ローマ時代には、トゥッムレウコルムと呼ばれ、ガリア人の部族、レウキ族の都市であった。4世紀に、司教座となる。612年に、 トゥールの近郊でアウストラシアがブルグント王国に敗れた。870年のメルセン条約でトゥールは東フランク王国に、その後神聖ローマ帝国に属することとなり、後には帝国自由都市となった。1552年にアンリ2世によりメス、ベルガンと共にフランス王国へ並行され、1648年のベスト・ファーレン条約によって承認された。 1700年にトゥールは、セバスティアン・ル・プレストル・ド・ボーバンによって要塞化された。1870年の不仏戦争では、フランス軍がこの要塞に立てこもったが、1ヶ月包囲された後、9月23日の午前6時、64門の大砲による砲撃が始まり、2433弾が撃たれた後の午後3時に要塞は降伏した。第一次世界大戦の際には、 アメリカ合衆国空軍基地が置かれ、ムーズアルゴンの構成などで利用された。1940年、ナチスドイツのフランス侵攻を、トゥールは5日間にわたって食い止めたが、第二次世界大戦中に死の40%が破壊された。長年軍隊が駐屯していたが、1990年代、初めの再編によって数千人が職を失った。ありがとうございます。